はようございます、やんちゃです。2022年11月22日火曜日の朝です。タイマー18分。はい、よいしょ。18分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。そしてプランク、ほい、やりますか。よっ、タイマー2分。2分のタイマーを作成しました。はい、カウントダウンをお願いしますと。今日の天気、0時頃に雨が降り始めますね。え、明日お休みなのに。しかも明日なんか最高気温14度、最低気温10度。むちゃくちゃ寒い、雨な上にむちゃくちゃ寒いんですよね。嫌ですね。ここ最近ずっと最高気温20度近いんですけど、明日だけは14度とか。なんか急に寒くなって体調崩さないようにしないと。さて、ニュース。脱少子化へ家族再定義法。北欧は支援が平等、婚外子5割。まあそんなんでいいような気がしますけどね。わしも。まああまりにもね、決まりきってますもんね、パターンがね。でも何、37種類に分類っていうのはさすがに多いですね。どういう分類なのか気になりますね、デンマークの。まあいっか。 GDP 上昇も。なんかそういう打算的なあれを出されるとはーってなるけど、まあでもいずれにしてもね、どんな形でも生まれた子供に平等に支援するのは、まあ普通に考えたら当たり前の話なので、まあ当たり前の話にしていきましょうというやつですよね、これは。ぐおー、つら。よし、腕立て伏せ、よいしょ、肩甲骨を寄せないように。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、9、5、ほい、できた。今日いい天気ですね。明日がこの天気だったらね、よかったんですけどね。どうして明日が雨で今日がこんなにいい天気なんだろう。入れ替わってほしい。はあ、平日ね、別にいい天気である必要が全くないからね。平日はじゃんじゃん雨降ってもらって、休日は毎回カラッと晴れてほしいですね。はあ、なんかカレンダーを見てると、もう来週はこの予定とこの予定で、再来週はこの予定でとかっていうのを見てると、ああもう終わりだな今年もっていうか。ああ終わる終わるっていう感じがしてきますね。はい、なんかね、2ページぐらいスクロールするともう2023年とか言って。すごいなーって思いますね。なんだっけ、やんちゃクラブ2021年に始まってるからもう2年じゃんみたいな。あの
あれみたいな、数え年と、数え年についになる考え方忘れちゃった、またなんだっけ、数え年と生まれた時が1歳のやつなんだっけ忘れたけどね、年だけ見るとねすごい進んでいくように見えますけど、さてなんか昨日新しい布団が届いたんですよ、掛け布団が。でなんでまた新しい、またって言ってもあれなんですけど、なんで新しい掛け布団が届いたかっていうと、まあ、今うちではなるべく暖房を使わないキャンペーンっていうのをやってて、家の中で、まあ、本当にダメな時以外暖房を使わないっていう縛りをつけて、でその代わり着るものとか布団とかにはあのお金をかけてもよしっていう、そういうのをやってるんですよ。でなんかそれをやり始めたらなんかわしの掛け布団が奪われてでなんかすごい昔から使ってる薄い掛け布団しかなくなっちゃったので、ちょっといくらなんでも暖房なしの状態でこれだと凍え死ぬからっつって新しい掛け布団買ったんですよ。で結構前なんですけど、やんちゃクラブで新しい掛け布団を買ったっていう話をしてて、アマゾンでねめちゃくちゃ安いやつがあるんですよ。でその布団が結構良かったっていうレビューをしている動画なんですけど、一昨日かな3日ぐらい前かな、なんかその動画にコメントが来て、なんか買ってからしばらく経つみたいですけどその後どうですかみたいなあのずっと使ってみての感想はどうですかっていうのが来たんで、即レスしてめちゃくちゃいいですっていう、でなんかその時レビューしたやつはちょっと薄めのやつで3000いくらっていうリーズナブルなやつなんですけど、それとなんかバリエーションでなんか綿の量が倍になってますみたいなやつが5000いくらとかで売ってるので、その5000いくらのやつも実は買ってたので、あの両方おすすめですが、あの綿が倍の方はちょっと重すぎる感じはあるので、わしは好きだけどちょっと好みが分かれるかもねみたいな返信をしたんですけど、そしたらなんかすごい参考になりましたって言って帰っていったんですよどこかへでそれで思い出したんですよね、その布団をそういえば買ったよね去年ねって言って、でその買い足した分厚い布団をさらに買い足した、そのコメントで思い出したので、そうだ買えばいいじゃん安かったしと思って、で昨日届いたんですよね。いやなんかアマゾンなんだかんだ言ってねやっぱ届くの早いものによるけど素晴らしいですね。5000何歩払えば分厚い掛け布団がバーンって届くのいいですね。で使い始めましたけど、またやっぱりいいですね。まあ奪っていく人の気持ちが分かったっていうか暖房つけてなくてもむちゃくちゃあったかいですね、毛布とその分厚い布団の2枚体制でもうちょっと完璧ですね、はい、暖かさとしてはこれは冬越せるわ。はい、着々と準備が整いつつある。なんかそれぞれに斑点を用意して、昼間ですね家で過ごす時に斑点を着て過ごせば暖かいし、夜は分厚い掛け布団をかけて寝れば暖かいし、で何ですか寝室のなんか障子も光を通さないやつに変えて、ちゃんと隙間もぴっちり埋めたので隙間風も入ってこないとあとちょっとあの引き戸、障子の引き戸がなんか歪んでて、なんか端っこの方がぴっちり閉まらない状態になってたから、なんかネジで調整してちゃんと水平になるようにして隙間風が入らない調整とかも
しました。もしかしたらあれもつけた方がいいかもしれないですね。あの引き戸のカタンって閉める端のところに、なんかスポンジみたいなやつ、スポンジみたいなテープをピーッとやっとくと、なんか隙間が埋まるっていう、音がしないっていうのがメインだと思うんですけど、隙間がぴっちり埋まるっていう効果も期待できる。確かそういう、何ですか、細かいところをきっちり埋めてって断熱性能を高める。なんかそういう基本的なところをねやることによって省エネは達成できると思うんですよね、結構ね。はあ、まだね冬は始まったばっかりなんで、ちょっと気合を入れてやっていきたいと思います。ふう、さてやんちゃクラブ忘年会やんちゃクラブ忘年会を、11月26日の夕方4時ぐらいからですね、秋葉原周辺でやろうと思ってますと。で、一応店をコロコロ変えようかなとは思っているんですけど、場合によってはずっと居座るかもしれないけどちょっとそこは不透明ですが、はい、まあ人数がだいぶ分かってきた感じがするので、今6名ですね、わし含めて。なんでちょっとやっぱなんかチロッとでも顔出したいなみたいな人がいたら、はい、連絡してきてもらえればはいと思います。連絡口はやんちゃクラブ公式ホームページにあるいろんな口があると思うんで、そこに、どこでもいいんでツイッター公式コミュニティ、LINE オープンチャット、あとディスコードそんだけあればどれか生きるっしょ。はい、さてと、なんかプランクの時も言ってましたけど、明日がね祝日なんですけど雨なんですよね。残念すぎる。明日何しようかな、本当。雨の中ねスクーターで出かけるのもねだるいっちゃだるいですもんね。雨の中出かけるんだったら、あの上下ともレインコートになってるスーツが欲しいですね。あのズボンレインコート、足はこれでいいと思うんですけど、これもでも完全防水というわけではないんだよな。この部分だけが防水なんだよねだからもしかしたらレインブーツみたいなやつが別にいるかもしれないけど、ただね別に好き好んで雨の中ツーリングに行きたいとも思わないし、まあほっとくか。いやー明日の予定が全くなし。まあ部屋の片付けでもしますかね。また散らかってきてるし、なんか大掃除だとか言って年末に一気にやろうとしても、まあねちょっと量が多すぎてくじけるっていうかなんか物を片付けるっていうのは年末の大掃除の前に終わらせておいて、年末の大掃除は何ですか、窓枠をきれいにしたりとか、なんか拭き掃除的なやつをこう重点的にやって、なんかその部屋家全体が正常化したみたいな気分を味わいたいっていう感じですよね。一日でできることが限られているので、なんかそれを過信しないように日々片付けを積み上げていく。はあ、言うだけなら言うだけなら安いもんですが、実際ねそれをやろうと思うとなんかあんまり進捗が出なかったみたいなことが多々ある。へえ、あと何分かな、あと6分か。今日も今日とてキューブをやりますかねはあ、だいぶリハビリっていうかちょっとやってなかった期間がある割にはそれなりに揃えられている気がする。うん、お
なんかその手順を覚えるみたいなやつ、とっかかりがないっていうか、どこからやればいいかよくわかんないんですよね。何から取り組めばいいか、そういうなんて言うんですかロードマップみたいなやつを組みたいですね。なんかね、忘年会にはわしはキューブ持ってくけど、そんなにキューブで盛り上がる感じでもないかな多分あんまりね、あれは持ってくのやめようかな。あの、何、スナップボール飲み屋でスナップボールをやるとね、怒られるのでいやでも怒られたのは、なんか高いグラスとかがあるバーだったから怒られたんだと思うんですよね、あれ。だから普通の飲み屋だったら別に大丈夫な気もする。よし、揃った。なんか久しぶりにあんまりやんちゃクラブで話すことがなくて、深呼吸できるこれはこれでね、いいですよね。今日もなんか富士山がうっすらとしか見えないですね。もうちょっとくっきり見える季節が来てほしいですけど、なんかね、晴れてれば富士山を見にバイクでね、プチツーリングとか行きたいんですけど。なんだっけ、御殿場御殿場ね、御殿場また行きたいですね。御殿場はいいところです。やべやべ、よいしょ、行こうかな。あれ、なんか間違えてんな。なんかバイクといえば、なんかちょくちょくバイクを買い替えたいみたいな話をしてると思うんですけど、2月にあの福島じゃね、福岡に行こうかなと思ってて、フェリーで。で、例によって津に行った時のセットアップあの 110cc のスクーターで行こうかなって思ってるんですけど、何分冬なのでちょっとね、大丈夫かなって思ってて、路面が凍結してたりするとね、もうちょっとそこから動けないわとかなっちゃうとやだなって。フェリーで行くまではいいんですけどね。よいしょ。あとやっぱね、いざという時に高速道路に乗れたい高速道路ね、便利ですよ、やっぱり。当たり前ですけど、あの普段は別に下道でいいんですけど、ちょっとここなんか今日の予定的になんか時間が押してきちゃったから時短したいとかっていう時に、よし、じゃあここだけ高速道路に乗ろうとかっていうことが、まあ、できると嬉しいっていうか、そうなってくるとね、やっぱ結局のところ、そのなんて言うんですか、125cc を超える排気量のバイクに乗っている必要があるわけですよね。かといってじゃあその今乗っている 110cc を 130cc にボアアップするかっていうとそんなキットあるか、そのリード EX を
なんて言うんだろう、白ナンバーにボアアップするためのキットとか絶対売ってないんだよな。そんな珍奇なキットはね売ってないから、やるとしたらワンオフで部品を作るとかになるわけですけど、とてもじゃないけどね、そんなことするぐらいだったらバイクを買い替えた方がいいという。そうするとなんかね、結局 250cc がいいよねっていう話になるわけですよ。で、しかもそのこの間なんだっけ、ハンターカブに乗って分かったこととしては、あのミッション付きのバイクはたまに乗るのは楽しいけど、普段使いにはあんま向かなそうっていうかっていうことが分かったわけですよね。なので 250cc のスクーターを買いたいんですよ。で、そうだな、じゃあホンダの 250cc、 まあホンダがいいんですよね、なんだかんだ言ってホンダがいいとなると、したらね、なんだっけ、なんていう車種だっけ、忘れちゃった。フォルツァっていうのが 250cc であって、まあ割とちょうどいい感じなので、フォルツァ欲しい。フォルツァに買い替えたら多分ですけど、向こう15年ぐらい乗れる。多分ですけど、ただ多分ですけど、そのなんていうんですか、後ろにあのケースとかつけたりとか、あと何、グリップヒーターをつけたりとか、あと何、 ETC 装置ETC 装置をつけたりだとか、まあいろんなオプションをつけると、70万ぐらい70万ね、70万円かみたいな。でもまあ結局のところ、そのどうせ長く乗るんだったらローン組めばいいし、5年ローンとかで70万円、まあなくはないですね。よいしょ、なくはないけど、ちょっと今すぐどうこうっていう話にはならないし、じゃあそのなんていうんですか、福岡に行くのに間に合うかっていうと、もう4ヶ月後とかでしょ。4ヶ月後じゃあね、多分納車に間に合わないっていうか、今新車でバイクを買おうと思ってもまあ間に合わないんですよね。まあ新車で買わなきゃいいじゃんっていう話は確かに、なんかね20万円ぐらいで買えるんだったらねいいけど、去年ぐらいのフォルツァが20万円ぐらいで買えるんだったらちょっとわし考えるの。ちょっとそれはでも虫のいい話だよな、20万はな。はあ、結局お金がないなっていう話になった。カメラも買っちゃったしな。はあ、カメラと iPhone だけでもうだって40、50万ぐらいだよ。やべえ。やばいな。やばい、やばい。バイバイ。ピー。